皆さんに判断を委ねたい問題のグルメポーチとは、締めの絶品牛すじカレーを食べて、でぞグルメポーチ。やっぱりね、はいはい、僕正直ね、堀井に来てね、びっくりしたんですよ、はいはい、ということで今日は掘り出したええものを紹介したいと思います。テーマは掘り出し物。いきますよ。果てしなく広い皿どんな熱いスープでも一瞬に冷めるという、ええかな、どっからでも持てる便利カップ、山岳の茶碗、ひっくり返すとすぐおにぎりになるという便利でしょ。金の壺と銀の壺、これ正直者はね得をするというね、グルメポーチアシスタント茂雄くん。はいはい。金の壺と銀の壺、あなたはどちらを選びますか。何やこれ。金の壺と銀の壺、あなたはどちらを選びますか。いや、じゃあ僕銀で。いやいや、欲深い人ダメですよ。欲深い人。いやいや、金の壺で。え、金の壺で。あ、金の壺。あ、金の壺。はいはい、じゃあ中何入ってますか。金の壺。金の壺を選んだ人には銀のウサギが出てきました。残念。残念。もしあなたがこれを選んでいたら中に何入ってますか。え、あ、なんか紙入ってる。正直者には黄金の品を授けよう。もしあなたがこれを選んでいたら黄金の方のマッサージのやつがもらえたんです。純金の。分かりにくい。